こんにちは。今回のテーマは「天気記号」。中学校で学習する内容だけど天気は生活に身近なので知っていて損はないはず。よく使うもの5つと今後見かけるかもしれない記号5つを紹介するからぜひ最後まで見てね。今回の動画もくだらないけど覚えちゃうまずは基本の5つだ。この5つは、 下のどの天気を表す記号かわかるかなこの5つの天気は季節にもよるけどよく使うものばかりだね。正解は、こうだ。全部分かった人はすごいね。分からなかった人は今から覚え方を説明するから安心してね。天気を記号で表したとき、特にこの3つがわかりにくくないかな実は、 この動画を作ろうと思ったきっかけは、自分がわからなかったからなんだ。丸が晴れで二重丸が快晴かなとか、丸に線が入ってるからこれが曇りかなとか、いろいろ迷ってたんだ。そこで、ある考え方をするようになったんだ。それは、空をイメージするということだ。記号の丸を空のように青く塗りつぶしてみよう。この場合、雲一つない青い空が広がって見えるよね。 天気では空全体の10%以下、つまりほとんど雲がない状態を快晴というんだ次にこれ青い空に飛行機が通って雲が現れたね記号ではほとんど雲がない状態に見えるけど快晴より雲が多い状態だからこれが晴れの記号だ。ちなみに晴れというのは雲が空全体の20から80%の状態のことを言うんだって。 結構雲が多くても晴れなんだね次はこれ青い空を少し黒い雲が隠してるね記号だから青い部分が結構見えてるけど黒い雲が空全体を覆って太陽がほとんど見えない状態のことを「曇り」と表すんだって雨と雪は覚えやすいかもしれないけど説明するね雨は青い空を雨雲がすべて覆って雨が降っている状態雪は 全体的に白い様子で、そこに雪の結晶があるのをイメージしよう。どうかな少し覚えやすくなったかなそれじゃあ次に、他の5つも紹介しよう。これはどんな天気かわかるかな一番左の丸に三角の記号は、あられ。その隣の丸に黒い三角の記号は、ひだよ。この2つは、どちらも空から降ってくる氷の粒なんだ。 三角は粒を表してるんだね。実はこの2つ粒の大きさで呼び方が違うんだ粒の大きさが2から5ミリのものがあられで5ミリ以上がひょうなんだと言ってもひょうが降ってきたときにこれはひょうこれはあられと見分けるのはやめようひょうはゴルフボール以上の大きさのものもあって車の窓ガラスが割れたりするくらい危険なものだから建物の中に避難しようね ちなみにあられとひょうどちらが黒い三角か迷ったときは黒ひょうを思い出そう。黒いほうがひょうだよ。ひょうの右側の記号はきりだ。空だけじゃなくて目の前も曇って先が見えない状態だから記号も曇りに似ているね。その隣はかみなりだ。雨の中、かみなりで空が明るくなっている感じがするね。一番右の記号は、みぞれだ。みぞれは 雨と雪が混じったもので、シャーベットのような状態のものだ。記号を見ても雨と雪が合わさっているね。こうやって10個の記号を見てみると、一部を塗りつぶしたり半分塗りつぶしたりしているものがあるよね。特に半分塗りつぶす場合は、上か下か迷いそうだね。そこで塗りつぶす時の決まりとして、内側か下半分。下半分だから、塗りつぶしたと覚えておこう。 それじゃあ今日のまとめだ快晴、晴れ曇りなどの天気記号は空をイメージすると覚えやすい記号を見てどんな天気かすぐに分かってくれたら嬉しいな今回の動画もくだらないけど覚えちゃう最後まで見てくださりありがとうございます,いますこのチャンネルではいろいろなものの覚え方や小ネタを楽しく紹介していますくだらないけど覚えちゃうやつねそうそう 動画を気に入っていただけたら、高評価やチャンネル登録をお願いします。あ,あ、あと差し入れも。いや、それはいらんやろ。